いや、嫌やな思って、もうそんなもん3試合もしんどいでしょ、1試合でええわいう感じですけどね。はい、まあ最初そんな言うたんですけどね、 K1 にももう1試合でええよ言って、うん、そんな感じです。もうこれ1回戦俺とタケポンでよかったんですよ、もうそれだけで盛り上がるでしょ。はい、まあ K1 もじらしとるんかわからないけど、もうだからもう拾やんわ、とりあえずもういらんわと思って、もう今日もね一番盛り上げなあかん時のね、一人で冷えピタ張って寝とんでしょ家で、もうええわ思ってだからありえへんやろってみんな思ってたことが、タケポンが階級上げてまさかのいろいろあって、どん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 タケポンが近づいてきよるから、もうラッキーやん思って、早くなもう拾えやんええでって感じで寝とけよ言ってもう全部俺のペースちゃうかな思って、うん、まああとなんかクレストばっかりじゃないですか、リザーブも。それも見てるやつからしたらおもろないと思うし、そんな仲間同士の殴り合い誰も見たないと思うし、まあ、そういうのを割っていってぐちゃぐちゃにしたら思ってるから、うん、まあ、それも俺の仕事かなと思ってるんで。いやー気になるやつ、じゃあ誰か分からへんし、外人も全然、あキューピーはもうあれ負けてもったから、あスタオルですね、興味ないし、あとは全然、まあまあゴーシュ君はね、まあまあすごい俺が耳聞こえへんかったら一緒のこと要せんから、それはすごいリスペクトしてるけど、まあリンが上がったらそんな関係ないから、まあ、しばき回したら思ってるけど、まあとりあえずヒロエンドだけるには勝つよっていう感じで、他はしなへんって感じ。はい、いやもう勝ちはしんどいこと嫌いやからね、それはまああんま期待せんとってほしいけど、まあでもまあ俺持っとるから、まあまあみんなが期待してる、うん、以上のことをしたろうかなと思ってますけど、はい、まあずっと言ってることなんですけど、自分はそのチャンピオン、世界チャンピオンになるって言ってキック始めて、で K-1 ファイターになる言って、世界のベルトも K-1 もファイターにもなったし、まあ、両方他団体のベルトも取ったし、まあもう言うたことやったし、まああとは惰性でやっていこうかなっていう感じやったから、まあマーベルトとか今も興味なくて、ただまあ一番俺が目立たなあかんって俺は思ってるから、だからまあ一番調子乗ってるのは今タケポンやから、そいつでやれんのはええかなと思って、せやが出る価値あるかなと思って、はい、すげえあのシルバールフの大口さんトレーナーにすごいこう今見ていただいてて、今までそやね、今までなんかさっきも言ったけども28やし、まあまあもう実力はこれ以上上がることないかなって思ってたところを、すごいこういろんな視点で見てもらって、まだ練習もちょいやる気になってるし、まあ楽勝にポンポンポンって上がるんちゃうかなと思って、ほんでごちゃ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 言うて、そんなもんタケポンとできるかいや言うてて、みんながそやけど、こう実際こうもう全部近づいてきとるわけじゃないですか、うん、せか俺もやっぱ持っとるな思って、うん、だから自然に、まあ、なる俺がチャンピオンになっちゃったりしてって思ってますけどね、はい、まあ一番はやっぱり今回そのファンがいろんなこういろんなことがあって、ファンががっかりしたり浮いたりいろいろあると思うねんけど、やっぱ今回トーナメント出場しようって決めたのも、ファンが俺が出て盛り上がるんやったらそれでいいと思ったし、まあ、あと一つはやっぱ俺地方から出てきてずっと遠回りして、やっとこういうでっかい舞台立って、でさっきも言ったけど言い続けて、それに向かって貫いたら、まあ一つのこと言って貫いたら、まあ結果こうやって竹坊も近づいてきて、結果言ったこと全部やっていけねえぞっていうことを、まあ証明するために、うん、地方でも頑張ってる子供いっぱいいるから、まあそういうやつのために見せれたらいいなって思ってますね。うん、まあ今の時点で俺が一番目立ってるからね、うん、だからもうチャンピオンベルトとかあんま興味なくて、みんなも飾りみたいなもんで、だってファンがみんな見たいのは俺やし、一番見てるの実際俺やし、まあだから、まあ、さっきも言ったように K-1 のベルト云々より、まあ、一番調子こいてるタケポンとやって、あいつ倒したら一番おいしいかなってだけで、まあそれでベルトがついてきたらラッキーと思って、まあ振り回して遊びに行こうと思ってますよ。